見てください、これ今ねアサリをね、ヒトデさんのねこの先端にねくっつけたらね、ひょいって持ち上げて、今ゆっくりねこう中心にあるね、ここが口なんですけどね、口のところに運んでいってますね。わかりますかね、このちっちゃいイボイボが管足って足なんですね。これがちょこ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 動くんですけどね、その管足を使ってこのアサリを上手にね吸着しながら口の方に持ってってますね。今ね最初動画撮り始めた時この辺にアサリありましたからね、もうねだいぶ移動しましたね。こうやってねヒトデさんってね餌をね口のところに持っていくんですね。でこの後に中側からこう半透明の、ね、色したね胃が出てきます。でそれでねこのアサリを包み込んで消化液を出して消化して食べます。あ、もうね真ん中口のところまで行きましたね。すごいですね。